源氏物語、花の縁、紫式部、よさの秋子、役。春の夜の、もやに添いたる月ならん。手枕か死ぬ、我が刈節に、秋子。二月の二十一日に、四神殿の桜の縁があった。 玉座の左右に、中宮と皇太子の御見物の室が設けられた。古紀殿の女吾は、藤坪の宮が中宮になっておいでになることで、何かの折りごとに不快を感じるのであるが、模様仕事の見物は好きで、陶宮席で売館していた。日がよく晴れて、青空の色、鳥の声もほがらかな気のする南庭を見て、 新能型、高級官人をはじめとして、詩を作る人々は、皆、単任をいただいて、詩を作った。源氏は、春という字を賜る、と、自身の得る印字を披露したが、その声がすでに人より優れていた。次は塔の中将で、この順番を晴れがましく思うことであろうと見えたが、 極めて無難に得た印字を告げた。小遣いに感銘があると思われた。その他の人は臆してしまったようで、態度も声も物にならぬのが多かった。地下の詩人はまして、帝も東宮も死の良い作家で、また良い批評家で終わりになったし、その他にも、 優れた司祭のある官人の多い時代であったから、恥ずかしくて清い広庭に出て行くことがちょっとしたことなのであるが何時に思われた。博士などが見すぼらしい風采をしながらも、離れて身体するのにもご同情がよったりして、このご覧になる方々は面白くおぼしめされた。そうせられる音楽も、 特に優れた人たちが選ばれていた。春の長日がようやく入り日の刻になる頃、春王天の舞が面白く舞われた。源氏の紅葉の画の生涯派の巧妙であったことを忘れがたくおぼしめして、東宮が源氏へかざしの花を歌詞遊ばして、ぜひこの舞に加わるようにと切望を遊ばされた。 自信がたくて、一振りゆるゆる袖を返す、春王天の一節を、源氏も舞ったが、誰も追随しがたい巧妙さは、それだけにも見えた。左大臣は、恨めしいことも忘れて、落塁していた。塔の中将はどうしたか、早く出てまわぬか。ついでその仰せがあって、竜花園という曲を、 これは源氏のよりも長く、こんなことを予期して稽古がしてあったか上手に舞った。それによって中条は魚意を賜った。花の縁にこのことのあるのを珍しい光栄だと人々は見ていた。高級の官人も姉妹には皆舞ったが、暗くなってからは芸の降雪がよくわからなくなった。 死の講せられる時にも、源氏の策は簡単には済まなかった。句ごとに賛美の声が起こるからである。博士たちも、これを非常に良い策だと思った。こんな時にも、ただただ、その人が光になっている源氏を、父君陛下がおろそかにおぼしめすわけはない。中宮は、 優れた源氏の美貌がお目に留まるにつけても、東宮の母君の女房が、どんな心でこの人を憎みうるのであろうと、不思議にお思いになり、その後では、またこんな風に源氏に関心を持つのも、よろしくない心であるとおぼしめした。大方に、花の姿を見ましかば、つゆも心の置かれましやは、 こんな歌は誰にもお店になるはずのものではないが、どうして伝わっているのであろうか。夜が更けてから、でんの縁は終わった。光景が皆退出するし、中宮と東宮はお住まいのおとどへお帰りになって、静かになった。明るい月が昇ってきて、春の夜の御所の中が美しいものになっていた。 酔いを帯びた源氏は、このままで唐井所へ入るのが惜しくなった。天井の役人たちも、もう休んでしまっている、こんな夜更けに、もし中宮へ接近する機会を拾うことができたらと思って、源氏は藤壺の音どをそっと伺ってみたが、女房を呼び出すような戸口も、みな閉じてしまってあったので、探索しながら、 なお物足りない心を満たしたいように、古記念の細殿のところへ歩み寄ってみた。三の口が開いている。女房は宴会の後、そのまま都井に上がっていたから、女房たちなども、ここには少しよりいない風がうかがわれた。この戸口の奥にあるククルドも開いていて、そして人音がない。 こうした不用心な時に男も女も誤った運命へ踏み込むものだと思って、源氏は静かに縁側へ上がって中を覗いた。誰ももう寝てしまったらしい。若々しく気女らしい声で、おぼろ月夜に似るものそなき、と歌いながらこの戸口へ出てくる人があった。 源氏は嬉しくて、突然袖をらえた。女は怖いと思う風で、君が悪い、誰と言ったが、何もそんな怖いものではありませんよ。と源氏は言って、さらに、深き世の、哀れを知るもいる月の、おぼろげならぬ、ちぎりとぞ思う。と囁いた。 抱いて行った人を静かに一室へ下ろしてから三の口を閉めた。この不謹慎な侵入者に呆れている女の様子が柔らかに美しく感じられた。震え声で、ここに知らぬ人が、と言っていたが、私はもう皆に同意させてあるのだから、お呼びになっても何にもなりませんよ。 静かに話しましょうよ。この声に、源氏であると知って、女は少し不気味で亡くなった。困りながらも、冷淡にしたくはないと、女は思っている。源氏は酔いすぎていたせいで、このままこの女と別れることを残念に思ったか、女も若々しい一方で抵抗をする力がなかったか。 二人は陥るべきところへ落ちた。可憐な相手に心の惹かれる源氏は、それからほどなく明けてゆく夜に別れを促されるのを苦しく思った。女はまして心を乱していた。ぜひ言ってください。誰であるかをね、どんな風にして手紙をあげたらいいのか、これきりとはあなただって思わないでしょう。 なのと源氏が言うと、浮身に、やがて消えなば尋ねても、草の腹をばとわじとや思う。という様子に、極めて縁なところがあった。そう、私の言ったことは、あなたの誰であるかを探す努力を惜しんでいるように聞こえましたね。と言って、また、いずれとぞ、 梅雨の宿りをわかむ間に、小笹が腹に、風もこそ吹け。私との関係を迷惑にお思いにならないのだったら、お隠しになる必要はないじゃありませんか。わざとわからなくするのですかと言い切らぬうちに、もう女房たちが起き出して、女号を迎えに行く者、あちらから下がってくる者などが廊下を通るので、 落ち着いていられずに、扇だけを後の印に取り替えて、源氏はその室を出てしまった。源氏の切り壺には女房が大勢いたから、主人が暁に帰った音に目を覚ました女もあるが、忍び歩きに好意を持たないで、いつもいつも、まあよくも続くものですね。という意味を、 仲間で肘や手を付き合うことで言って、寝入った風を装っていた。寝室に入ったが、眠れない源氏であった。美しい感じの人だった。女房の妹たちであろうが、処女であったから、五の君か六の君に違いない。太宰の卒神皇の夫人や、遠の中将が愛しない四の君などは、 美人だと聞いたが、かえってそれであったら面白い恋を経験することになるのだろうが、六の君は東宮の高級へ入れるはずだとか聞いていた。その人であったら気の毒なことになったと言うべきである。幾人もある右大臣の娘のどの人であるかを知ることは困難なことであろう。もう会うまいとは思わぬ様子であった人が、 なぜ手紙を往復させる方法について何事も教えなかったのであろうなどとしきりに考えられるのも心が惹かれていると言わねばならない。思いがけぬことの行われたについても藤壺にはいつもああした隙がないと昨夜の古記伝のつけ込みやすかったことと比較してあるの女語に幾分の軽蔑の念が起こらないでもなかった。 その日はご縁であった。終日そのことに携わっていて、源氏は体の暇がなかった。十三元の僧の琴の役をこの日は務めたのである。昨日の宴よりものどかな気分に満ちていた。中宮は夜明けの時刻に奈殿へおいでになったのである。古紀殿の有明の月に別れた人は、 もう御所を出て行ったであろうか、などと、源氏の心は、その方へ飛んで行っていた。気の利いた吉清やこれ光に命じて、見張らせておいたが、源氏が殿井所の方へ帰ると、ただいま、北の御門の方に、早くから来ていました車が、皆人を乗せて出て参るところでございますが、 女御ん方の実家の人たちがそれぞれ行きます中に、死の少々、宇宙弁などが午前から下がってきてついて行きますのが、古紀伝の実家の方々だと見受けました。ただ、女房たちだけの乗ったのでないことはよく知れていまして、そんな車が三台ございました。と報告をした。源氏は胸のとどろくのを覚えた。 どんな方法によって何女であるかを知ればよいか。父の右大臣にその関係を知られて、婿として大層に待遇されるようなことになって、それでいいことかどうか。その人の性格も何もまだよく知らないのであるから、結婚をしてしまうのは危険である。そうかと言って、このまま関係が進展しないことにも耐えられない。 どうすればいいのかと、つくづく物思いをしながら、源氏は寝ていた。姫君がどんなに寂しいことだろう。幾日も帰らないのであるからと、可愛く二条の院の人を思いやっても言った。取り替えてきた扇は、桜の薄葉を三重に貼ったもので、字の濃いところに、霞んだ月が書いてあって、下の流れにも、 その影が映してある。珍しくはないが、騎所の手に使い鳴らされた跡がなんとなく残っていた。草の腹おばといった時の美しい様子が目から去らない源氏は、世に知らぬ、心地こそすれ有明の、月の行方を空にまがえて、と、扇に書いておいた。 翌朝、源氏は、左大神経へ久しく行かないことも思われながら、二条の院の少女が気がかりで、寄ってなだめておいてから行こうとして、自邸の方へ帰った。二三日ぶりに見た最初の瞬間にも、若紫の美しくなったことが感じられた。愛嬌があって、そしてまた、凡人から見出し難い騎女らしさを多く備えていた。 理想通りに育て上げようとする源氏の好みに合っていくようである。教育に当たるのが男であるから、幾分おとなしさが少なくなりはせぬかと思われて、その点だけを源氏は危ぶんだ。この二三日間に宮中であったことを語って聞かせたり、ことを教えたりなどしていて、日が暮れると源氏が出かけるのを紫の女王は、 乙女め心に物足らず思っても、この頃は習慣づけられていて、無理に止めようなどとはしない。左大神家の源氏の夫人は、例によってすぐには出てこなかった。いつまでも座に一人でいて、つれづれな源氏は、夫人との間柄に一末の寂しさを感じて、ことを書き鳴らしながら、柔らかに塗るよはなくて、と歌っていた。 佐大臣が来て、花の縁の面白かったことなどを、源氏に話していた。私がこの年になるまで、四代の天使の宮廷を見て参りましたが、今度ほど良い詩がたくさんできたり、音楽の方の祭人が揃っていたりしまして、寿命の伸びる気がするような面白さを味わわせていただいたことはありませんでした。ただいまは、 専門家に名人が多うございますからね。あなたなどは師匠の人選がよろしくて、あのお出来ぶりだったのでしょう。老人までも待って出たい気がいたしましたよ。特に、今度のために稽古などはしませんでした。ただ、宮廷好きの中での良い学人に参考になることを教えてもらいなどしただけです。何よりも、 東野中条の龍花園が見事でした。話になって後世へ伝わる資源だと思ったのですが、その上あなたがもし東大の雷さんに一手でも舞を見せてくださいましたら、歴史上に残ってこの三代の誇りになったでしょうが。こんな話をしていた。便や中条も出てきて、降乱に背中を押し付けながら、また、 熱心に気楽の合奏を始めた。有明の君は短い夢のようなあの世を心に思いながら悩ましく日を送っていた。東宮の高級へこの4月頃入ることに親たちが決めているのが苦悶の原因である。源氏も全く何人であるかの見分けがつかなかったわけではなかったが、 右大臣家の何女であるかがわからないことであったし、自分へことさら好意を持たない古貴殿の女房の一族に恋人を求めようと働きかけることは世間体のよろしくないことであろうとも躊躇されて反問を重ねているばかりであった。3月の20日過ぎに、右大臣は自邸で弓の勝負の催しをして、親王方をはじめ、 交換を多く招待した。当下の縁も続いて同じ日に行われることになっているのである。もう桜の盛りは過ぎているのであるが、他のチリなん跡に酒増し、と教えられてあったか、二本だけよく咲いたのがあった。新築して外孫の内心の緒方の模擬に用いて、美しく装飾された客殿があった。 派手な屋敷で何事も皆近代好みであった。右大臣は源氏の君にも宮中であった日に来会を申し入れたのであるが、その日に美貌の源氏が姿を見せないのを残念に思って、息子の C の少々を迎えに出した。我が宿の花しなべての色ならば、何かはさらに 君をまたまし。右大臣から源氏へ送った歌である。源氏は御所にいた時で、帝にこのことを申し上げた。得意なのだね。帝はお笑いになって、使いまでもよこしたのだから、言ってやるがいい。孫の内親王たちのために、将来兄として、 力になってもらいたいと願っている大臣のうちだから、などを仰せられた。ことに、美しく装って、ずっと日が暮れてから待たれて、源氏は言った。桜の色の品錦の農師、赤紫の下重ねの裾を長く引いて、他の人は皆、清掃の法を着て出ている席へ、縁な宮様姿をした源氏が、 多数の人に敬意を表されながら入っていった。桜の花の美がこの時にわかに減じてしまったように思われた。音楽の遊びも済んでから夜が少し更けた時分である。源氏は酒の酔いに悩む風をしながらそっと席を立った。中央の神殿に如一の宮、 女山の宮が住んでおいでになるのであるが、そこの東の窓の口へ、源氏は寄りかかっていた。藤は、この縁側と東のタいの間の庭に咲いているので、格子は皆、あげ渡されていた。見すぎわには、女房が並んでいた。その人たちの外へ出している袖口の重なり用の大行さは、 10日の夜の見物席が思われた。今日などのことに釣り合ったことではないと見て、趣味の洗練された藤坪あたりのことが懐かしく源氏には思われた。苦しいのに強いられた酒で私は困っています。もったいないことですが、こちらの宮様にはかばっていただく縁故があると思いますから。 つまどに沿った水の下から上半身を少し、源氏は中へ入れた。困ります。あなた様のような尊敬なご身分の方は、親類の縁故などをおっしゃるものではございませんでしょう。という女の様子には、重々も,もしさはないが、ただの若い女房とは思われぬ品の良さと、美しい感じのあるのを、源氏は認めた。 焚き物が煙いほどに炊かれていて、この室内に立ち居する女の絹ずれの音が華やかなものに思われた。奥ゆかしいところは欠けて派手な現代型の贅沢さが見えるのである。霊場たちが見物のためにこの辺りへ出ているので、つまどが閉められてあったものらしい。貴女がこんなところへ出ているというようなことに、 三位は評されなかったが、さすがに若い源氏として面白いことに思われた。この中の誰を恋人と見分けてよいのかと、源氏の胸はとどろいた。扇を取られて、からき目を見る。コマうドに帯を取られて、からき目を見る。冗談らしくこう言って、ミスに身を寄せていた。 変わったコマウドなのね。という一人は、無関係な霊場なのであろう。何も言わずに、時々ため息の聞こえる人のいる方へ、源氏は寄って行って、貴重越しに手を捉えて、あずさゆみ、イルサの山に惑うかな。ほのみし月の影や見うると。なぜでしょう。と、あて水量に言うと、 その人も感情を抑えかねたか、心いる、なりませば弓張りの、月なき空に迷わましやわ、と返事をした。古記伝の月夜に聞いたのと同じ声である。源氏は嬉しくてならないのであるが。